土俵上は26場所ぶり、まあ、4年余りかけて十両返り咲きを果たしています千斗龍、そして攻防の対戦です。千斗龍は昨日の大戦立ち合い強烈な当たりを見せました。まあ、本人も昨日は非常にいい立ち合いができたと話していました。まあ、春日山さん、この千斗龍の立ち合いの当たりというのはね、相当にこう強力ですよね。思いっきりがいいですよね。それに対して攻防は左四つの相撲、攻防としては回しが欲しいですね。そうですね、左四つになりたいところですよね。まだ時間前です。両者相当気合が入っています。このところ十両幕内でも待ったが目立ってきているんですが、今のは制限時間前の仕切りでしたが、非常にあの両者気合が入っていい仕切りでしたね。そうですね、両者ともよく合わせてですね、仕切ってますよね。こちらが攻防、東が千斗龍、制限時間いっぱいです。千斗龍突っ張っていきます。突き出しました千斗龍の勝ち。昨日に続いて今日も自分の相撲を取りました千斗龍。千斗龍4勝5敗の決まり手は押し出しで千斗龍の勝ち。攻防も4勝5敗です。決まり手は押し出しです。立ち合いの当たりどうですか。攻防も悪い立ち合いじゃないんですけども、もう千斗龍はそれ以上にですね、手も足もですね、いい相撲ですよね。攻防も手を伸ばしてまわしをつかもうとしましたが、つかむことができませんでした。まあ、春日山さんも突き押しの相撲でしたが、この立ち合いのですね、こう当たり、本来の当たりができるかどうかというのはなかなか微妙なところがあるようですね。そうですね、やっぱり立ち合いに一番神経を置いてですね、仕切ってましたけども、いい当たりするとですね、スムーズに足も手も出ますんでね。なるほど。まあ、セントリウムは良くない時にはですね、どうもこう相手の方にこう先に立たれるような感じになってしまう、うまく呼吸があって自分の